にゃんにゃーん、どうも、こんにちは、シュン TV シュンのシュネコです。モンスターストライクパート129やっていきたいと思います。ことで、今回はこちらの、なんて言うんだろうな。神獣列伝かな？もしかして読み方違うかもしれませんが、まあね、今ね、画面に出てるガチャの方をやっていこうかなと思います。なんかね、新キャラクターらしいのでね。まあ、ゲットできたらいいなという感じでやっていこうかなと思います。で、今回、オーブね、88個ありますので、まあ、10連でやっていこうかなと思います。で、今回も星5以上確率は 24% になっています。ということで、ではね、まあ、やっていきましょうということで、レッツゴーですね。初回10連ガチャーということで、レッツゴーでーす。で、多分ね、星玉もね、溜まるのでね、多分あれだと思うんですよね。いいと思うんですよね。ってことで、ストライク、ショットぐるっと回って、あれなんか、音違うかったような感じだけど、気のせい。気のせいか。1、2、3、4、待って待って止まってそう止まったよ。お誰誰とか言って。誰あ、面白く。ああ、嘘。9。止まった。え待って、まもう、で、ちょっと、はい。で、星玉溜まったので、まあ、もう一回いけますよってことで、ストライク、ショット待って、星6出たよ。えふん、ふん、ふんと、うん、うん、うんなんですよ。で、あなたは、誰ですか？星5、ハーレーってなんか名前来たことあるような感じがする。モンスターボックスオーバーらしいです。はっはっはは。はい、ってことで、やっぱり新キャラクターですね。10連で、引けましたね。いや、いつもの自分とは、いつも、だから大体、ダメでした。じゃあまた今度、オーブ溜まったらやろうかな、的な感じなんですけど、出ちゃったよ、10連で。いや、星ってか、新キャラね、ゲットすることできましたね。やったー、どうで。じゃあ、本部戻って、今ね、オーブ110個ね、使ったってことなので、あと90個オーブ使ったら、引けるよっていうね、こちらのガチャ。まあ、一応ね、こちらのガチャ、引けるようにするために、ちょっとね、今月回していこうかなと思います。ってことで、今回のパート129は、こんな感じで終わろうかなと思います。ことで、今後が少しでも、良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。